私の名前はマルスト。某寺院の掃除は終わったのか？はい、師匠。宣告を終えたところです。チベット仏教の偉大な僧、ドルジョン・イチゲロフ様の弟子だ。私たちはここで尊敬すべき師匠のもと修行に励んでいる。やはり凛となされてるな。師匠はチベット仏教で同志を意味するラマに位置し、ダライラマのラマも同様の意味だ。師匠は若くして両親を亡くし、孤児として生活。人生は終わっていない。明るく開いていかねば。そして15歳になった時、故郷から300キロ先の寺院へ出向き、仏教とチベット医学を学んだそうだ。勤勉で才能のある師匠は指導者になり、遠方よりよく来たな。お招きいただき光栄です。時のロシア帝国の皇帝、ニコライ2世に会えるほどの高僧になられた。そんなある日だった。師匠が我々弟子を集めた。いかがなさいましたでしょうか？私ももう齢75となった。今世の終わりが近づいている。だが仏教とチベット医療は絶対だ。私はこれより75年間土中で瞑想を行う。そんな師匠の行為は入滅、生死を超越した境地に行くということだが、実質の死ぬことを意味する。私たち弟子は悲しみに暮れたが、師匠の意志は固い。イチゲロフ様、私どもはどうすれば？悲しくはない。死ぬわけではないのだから。即身仏になり、不死を体現するのだ。即身仏は言ってみればミイラであり、人々を救済するために作られるものだ。そうして即身仏になる準備が始まる。もう5日目、飲まず食わずですが、3年木の実しか食っておらん。断食などたわいもない。断食は内臓が腐敗するのを避けるために行う。その後、漆の樹液を飲み、体内をコーティング。そして万全の準備を終え、30年経ったら一度私の体を見に来てくれ。わかりました。その以来、私が仰せつかります。イチゲロフ様の頼みを私たち弟子はしかと聞いた。そして師匠を杉の箱に収め、しっかり詩を詰めるんだ。それではまた会う日まで。空気用の筒を設けて、読経を続ける師匠を土の中へと埋めた。その後、我々弟子たちは、イチゲロフ様の教えを守り広めていった。当然約束は覚えている。だが、不死を実現することは不可能だと正直を持っている。そして28年の月日が流れ、掃除が甘いですよ。ほら、埃が。申し訳ありません。師匠を一度掘り起こすまであと2年に迫る。しかし、ここに甚大な被害の残る台風が到来。このままでは町は終わってしまう。こんな時、イチゲロフ様がいれば。そうですね。確かに、この自然災害を収めるのは師匠の力、そしてみんなの信心を一つにする必要が。では、師匠を掘り起こして皆様の前へ。おお、本当ですか、マルスト様。そうして弟子8名の手によって杉の箱を引き上げ、イチゲロフ様、お約束より早く引き上げてしまいすみません。そして持ち帰り中を開く。すると、なぜだ。水分があるのか、弾性がある。それに関節も動きます。人は絶命すると死後硬直し、皮膚も硬くなるはずなのに、生きてる人間の死体に近かった。さらにイチゲロフ様の衣を変えようと、弟子の一人が胸のあたりを触った時だった。心臓が温かいぞ。なんだって。師匠の体は体温を持っているようだった。その後、師匠に対して祈願を行い、まさか心臓に温かさを感じるなんて。さすがはイチゲロフ様だ。この天才を救ってくださいまし。ありがとうございました。嵐は過ぎました。師匠は再び地中に埋められた。そして2002年、師匠が即身仏になって75年が経った。マルスト様、到着しました。ありがとう。私はもうかなりの高齢になっていたが、師匠との約束を果たすべく今日まで生きてきた。師匠が入った箱はイボルギンスキー・ダツァンという寺院に運ばれた。イチゲロフ様、どのようなお姿に。よし、開いたぞ。各地の僧侶や医学関係者が即身仏の状態を気にして集まった。箱から出された遺体を出した瞬間、その場にいたみんなは驚いた。なんだこの遺体は。さすがでございます。まるで生きてるようです。なんと箱から出された遺体は、あの嵐の日と変わらず生気があったのだ。その場にいた医師は2ミリグラムの皮膚を採取。基準の40倍の臭素が検出されている。体温も20度以下だったのなら、死亡の絶対的な兆候ですよ。科学的に死亡していることは明白だった。しかし、この結果をラマ僧たちは否定した。その理由は師匠に起こった不可思議な現象が原因だった。おい、イチゲロフ様の体から汗が。やはりイチゲロフ様は生きておられるのだ。さらに体重が増えたりと、超常的なことが即身仏から起きまくるのだ。仏教的な解釈では、師匠は深い瞑想状態に入っており、現在も生き続けている。すごい。ここまで深い瞑想は見たことがない。さすがは伝説のお方だ。師匠は言った通り、不死を実現したのだ。なんと師匠が夜中に施設を徘徊しているというのだ。おい、一ゲロフ様が歩いているぞ。そんなバカな。防犯カメラにもその映像は残されている。もしかしたら師匠はまだ生きているのかもしれない。師匠、私は不死にはなれませんでした。あなたは一生生き続けてください。人の命というのは有限とされるが、強い信念があれば永遠になれる。師匠はそれを証明したのだ。